どうも、こんばんは、皆さん。ということで、どうも、会話さん、あざっす、アイスあざっす。よし。コンビニでいろいろ買ってきました。まあ、セブンイレブンなんですけど、まずデカ丸くん。いや、これ美味しいっすよね。このね、デカ丸くんのね、味噌のこれ、マジ美味しくないですか、これ。値段も別にそんな特別高くないのに、量があって美味しいって、これ最強に美味しい。あ、どうもこんばんは。あと、なんか、セブンイレブンでこんなの売ってました。美味しそう。チョコミニクロワッサン。中にちっちゃいチョコが入ってるらしい。あと、これ多分秩父しか売ってないんですけど、秩父コーラ。これセブンイレブンに売ってるんですよ。これね、本当はね、デカ丸くんにね、これもやし入ってるんですけど、もやしをさらになんかこう増量して、自分でもやしとか安いじゃないですか。スーパーとかで買うとなんか1袋30円40円で買えるから、あれをなんかね、炒めてこの上に本当は乗せたいんですけど、それだけもやしを増量するだけで相当美味しくなると思うよ。秋大谷さんバーガーです。こんばんは。ちょっとね、本当はね、食いたいんですけど、まあそんなことやると親に怒られるんで。ヤクロウーロン、見てください。これ完全に太るやつ。もっちりいちごレアチーズ酒セブンイレブン。美味しそうじゃないですか。絶対太るやつ。あとこれね、ずっとね、気になって太ると思って食わなかったんだけど、今日食べちゃうと思って、ストロベリー&ラズベリーソース仕立てのマリトッツェ。このなんかクリームがめちゃめちゃある感じ、やばくないですか、これ。このクリームの、これずっと気になってたんですけど、太ると思って買わなかった。で、あとはね、美味しい牛乳2つ買ってきました。てな感じで。 では、まずこのデカ丸くんを食べたいと思います。お腹すいたわ。いや、これ最高に好きなのよ、このカップラーメン。値段の割に美味しくて量もあるっていう。もやしのシャキシャキした感じが美味しいですね。味が濃いめ好きなのでね、ちょっと気持ちお湯を少なめに。こんなもんかな。よいしょ。よいしょ。いや、お腹空いちゃいますよね、本当にね。太っちゃうかな。秩父コーラをまあじゃあ飲みましょうかね。いや、これもこれはね、冷えてるんです。さっき買ってきたばっかなんで、さっきっていうか今買ってきたばっかなんで。じゃあ、いただきたいと思います。秩父コーラ。いや、これ、デカ丸くんのね、これマジ美味しいですよ。値段の割に美味しくて量もあるんで、マルちゃん。で、もやし結構たっぷりあるんですけど、入ってるんですけど、これが美味しいんですけど、で、もやしをさらにね、追加したいのよ。スーパーで買ってきて、炒めて、ここに乗せたいんですけど、本当は。もやしをさらにね、もやしなんて安いから、1パック買ってきてさ、かなりの量ここに乗せたら超美味しそうじゃん。二郎系とかでもほら、もやし増量とかで。
その二郎系のもやし増量ってちょっとさ、プレッシャーあるよね。もやしを増量したらなんか残しちゃダメみたいな、なんかそういうのあるじゃん。あれが、あの感じが嫌だ。正直でも二郎系のラーメンにアホみたいになんかもやし入れてもなって感じだけど、このもやしには結構合う、この味噌ラーメンには合うと思うの、もやし。たくさん入れても。ということで。あ、待ってる間にこれ食べてみようか。セブンイレブンミニチョコクロワッサン。中にね、チョコが入ってるらしいです。うん、すごいちっちゃくチョコが入ってますね。あ、美味しいですね。うん、うまい。ウルトラママさんからクマシャンゴコアです。ありがとうございます。よっあーウルトラママさんからお花見来た。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラブド、セキュオー、ウィドズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーンマダルシ、ありがとうございます。やったー、めっちゃ来た、ありがとうございます。めっちゃ投げてくれてるんだが、最近。いやー、助かりますね、ありがとうございます。ありがてー、マジで。よし、じゃあね、これね、ここに、味噌をぶち込むとシュークリーム入れて、お前はアホかこんなの合うわけないだろシュークリーム入れて、いやこれデカ丸くんのね、この味噌はマジで美味しいっすよ。俺が好きなカップラーメンのほんとトップ、もう5本の指に入りますよ俺。でここにもやしがね結構入ってるんですよ。このもやしがまたね、シャキシャキして美味しいんですよね。このもやしがですね、このもやしがね、結構入ってるの。まあ、追加でね、本当はこのスーパーで買ってきたもやしをね、なんか一袋ぐらいここにドバって入れたいぐらいですけどそれぐらいもやし美味しいですよ。まあ、一袋半ぐらいかな。一袋の半分ぐらいとか。ワンチャン一袋ぐらい入れてもいいけど。じゃあ、いただきます。指が長い。いや、俺指短いっすけど。じゃあ、いただきます。やっぱ、まずね、スープから。いや、これ今度食べてみたいもん。いや、これ食べたことない方、マジで頼めて、これめちゃくちゃ美味しいっすよ。しかも、これ量、大盛りで量あるのにそんな高くないのよ。マルちゃんもやし味噌、これマジで俺が好きなラーメンのカップラーメンの本当にめちゃくちゃ上位の方なんだよ。食ったことない方はぜひ食べてみてください。あー、やっぱうまいな。
これはマジで美味しい。うん、うまっ。いや、これはマジで美味しいですよ。逆にこれ食ったことない人いるんだ。うん。あ、愛さんからスペシャルハート。お前がお前がお前がアラブの石油ウィロズビルゲイツソフトバンクションバルシーありがとうございます。いや、まあカップ麺はあんま食べないというか、そのまあそもそもあの手作り料理とか食える環境になる人はもちろんそのそっちの方が絶対欲しいと思うんですけど僕の場合食べれないですから。でもね、カップラーメンの中でマジでこれ美味しいから、本当に。しかもそんな高くないから、量あって。ぜひね、ちょっと食べてみてください。ぜひ、カップラーメン普段食わない方も。これマジおすすめです。これマジうまいからね。ぜひね、食べてみて、食べてない方食べたことない方、いやこれは太るわ。うん、辛味噌ラーメンうまかった。あれやばいでしょ。仙台辛味噌ラーメン、あれびっくりするぐらいうまいでしょ。うん、この服はリザードのやつです。おはようございます。パーカーどうも。仙台辛味噌ラーメン超美味しいっしょ、あれ。あれね、麺を食べきった後に、残ったスープにね、ご飯をぶち込んで、あの、ご飯を、ご飯の中で、ご飯入れて食べるのも美味しいね。うん。あと、ココイチのね、ココイチの冷凍うどんがあるのよ。冷凍カレーうどんがあるんだけど、あれ超美味しいですよ。で、あれ食べた後に、麺を食べた後にご飯をぶち込むの。それが超美味しいの。まあ、実際カレーみたいなもんなのね。カレーのスープにご飯なの。で、むしろ、2杯目の、ココイチのね、冷凍うどん、カレーうどんには、最初に食べるうどんよりも、むしろご飯を入れた2杯目のが美味しいと思う。カレーうどんも美味しいんだけど。ココイチ別に辛くないでしょ。何辛とかにしなきゃ辛くないよ。普通だったら全然辛くないですよ。うん、なんか3辛ぐらいにするとそこそこ辛くなるよね。うん、3辛以上だと辛くなると思うけど、普通のだったら別に辛くないでしょあれ。うん、10年ぶりに見に来たってか。いやいやいや、普通の辛くないっすよあれ。あれ辛いとかどんだけだよ。絶対辛いの食えないじゃん。
普通ココイチの普通の辛くないよね、一番いいの。え、辛くないでしょ。太っちゃうな、これ。これいってみようか。これずっと気になってたんですけど食わなかった。これやばくないこれストロベリー&ラズベリーソース入りマリトッツェよ。これずっと気になってたんですけど、太るから食わない、太るから食わないと思って。すごいよね、クリームがすごくないですか、このさ、クリームの比率よ。このシューの部分とこのクリームの比率がどう見てもクリームの方が比率大きいからね。対比やばくないですかこれこれと牛乳とか絶対合うでしょ、マジで。ではいただきます。でしかも中にストロベリーソースとラズベリーソースが入ってるらしい。これはうまいな。中にストロベリーソースとラズベリーソースが入ってる。これは美味しいね。てかもう見た目でわかるもん、これまずくないって。うん、うまっ。あ、うまいわ。絶対ストだね。うん、いや、これ意外とこの生クリームが甘くない。まあ多少甘いけど、ほとんどなんか甘さ控えめっていうシュークリーム、あのクリームだわ。だからこんだけクリームがあっても結構食えるわ、バクバク。多分こんだけクリーム、生クリームの量あると多分ね、甘いと甘ったるくて食ってられないって感じになるとかもしれないけど、これあんま甘くないのよ。甘さ控えめだからこれいいね。だから多分そこちゃんと計算してるんだろうね、この量だから。甘さ控えめですね、ここの生クリーム分。え、あんこに生クリームは悪魔的っすよね。なんかあんこプラス生クリームのどら焼きとか超うまいもんな。セブンとか売ってたし。あれね、こんだけの量だからやっぱ考えてる。いや、毎日こんな食事ですよ。だって家いたらまともなん食えないんだもん。親がまず飯を作らないで、俺がお買って使おうとすると親が怒る。もうそうすると家にいるとあのこういうご飯しか食べれない。まあ、ちなみにこれは自分で買ってきたんだけど今。だからもうまともなものを食おうとしたらもう外食しかないのよ。それかカセットコンロをあの河原に持ってって自分でなんか料理するかうわー、これ太るな次これいきたいと思います。もっちりいちごレアチーズシュー。あら、これも美味しそう。レアチーズのシュークリームのやばい。うわ、なにこれ、すごっ。なにこれ、色がすごいよこれ。めっちゃ、うわ、てかいちごやん。てかめっちゃ柔らかいんだけど、柔らかいんだけど伝わるかなこれ。うわ、超柔らかい。なにこれ、絵的にここ割るか、絵的に割りましょうか。あ、手についちゃう。クリーム、うお、クリームがちょっと伝わりにくいな。おお、
うまっこれ。なんかね、多分生クリームなのよこれ。まあでも生クリームとカスタードクリームの中間って感じ。なんかその食感っていうかの、その食感のクリームがあのチーズと、もう本当だからレアチーズだよね。レアチーズの味なのよ、メインに。メインレアチーズなのよ。で、それに、いちごの味がある感じ。まあ、そのままなんだけど。はじめまして、どうも。うわ、うまっ。うん、これ美味しいよ。うまっ。うん、うまスープも完食しました。秩父コーラも完食。ああ、あと9名の方です。アイスレンチャーです。ありがとうございます。あら、初めて？いや、久しぶりの方？いや、初めてかな。ありがとうございます。いやー、食った。あ、ミツバチサラス。ありがとうございます、アイス。あ、ウルトラママさん、クマシャン5個あります。ありがとうございます。あと、匿名の方です。アイスレンチャーです。ありがとうございます。YouTube から来た人がコメントです。あ、マジで？アレンチャーです。まあ、YouTube から来たって人、結構いいんだよね。あ、ミツバチサラス。ミツバチじゃない。なんて読んだろう、これ。あれっす。あー。食ったー。いやー、腹いっぱいになったなー。中3の時にこの名前言った。あー、まあ。そうだね。あ、匿名の方です。スイカキューコンバです。スイカアイス。まあ僕の本当よく言われるんですけど、昔から見てたリスナーには、お前昔面白かったのになってよく言われる。あ、匿名の方です。
十コンボだろん。お前前は面白かったよねって、昔面白かったよねってよく言われる。あと匿名の方11コンボです。何の洋服着てるんですか？リザードです。これさあ、匿名です。12コンボだろん。最近ね、島田紳助の動画超見んのよ。あ、匿名の方13コンボだどん。何でしょうこれ。延長チケットもらったし、延長するか。無料チケット10枚あるから。最近ね、島田紳助の動画をよく見るのよ。昔のあのテレビ番組、あの行列とか、松陳とか、深夜にやってた、松本人志とやってた松本紳助とか。あと匿名の方です。まあちょっと光の影響で見てるのもだいぶでかいんだけど、なんか改めて見るとやっぱりあの人天才やなって思いますよ。なんかやっぱ上手いよね、トークが。全然レベルが違うよね。うん。なんて言うんだろう。天才的だよ、あの人。マジで天才だと思ったわ。あ、トークメロです。あれはさ、16コンボだぞ。いや、あの人マジ天才だよ。もう。橋原とヒカキンのコラボ面白かった。斎藤さんの方は見た。あのヒカキンのチャンネルに上がってる方など、なんか100年前だかのチャーハンのはまだ見てない。あと奥目の17コンボだどん。ありがとうございます。うん、やっぱ天才だよな。なんであんなトークうまいんだろうなと思うよ、あの人。あ、匿名の方です。18コンボだどん。あ、ウルトラゴンさん15個来た。33コンボだどん。ありがとうございます。もう牛乳も飲みきっちゃった。匿名の方34コンボだどん。ありがとうございます。ヒカキンってグラドルばっか下ろした。あ、ヒカキンって結構女フォローしてるよね。わかる。うん。あ、ウルトラママさん、10個、44コンボだどん。あと、匿名の方、45コンボだどん。太鼓の達人ですよ。コンボって言うとやっぱり、太鼓の達人のイメージしかない俺。なんていうの、なんか、ぷよぷよとかさ、コンボって言ったらぷよぷよみたいなイメージもあるけど、あれさ、言っても十何コンボとかじゃん。太鼓の達人とか普通に平気で10とか100とかあるじゃない。うん。あー、ウルトラマンさん、10個、レンチャンやるっす。あー、特別の方もです。55、66コンボだどん。ありがとうございます。もう一回遊べるどん。そう、ヒカキンって、まあ、別にグラドルとか関係なしに結構女フォローしてんのよね。だ、多分ヒカキンって女好きなんだろうなと思って。絶対そうだよね、俺思うもんなって。あと匿名の方57、58コンボ。あ、三ツ橋さん、ウルトラマンさん、匿名の方5、69コンボです。うん。そう。もう一回遊べるドン。ヒカキン絶対女好きだよね。うん。トークメラゴン70コンボなどん。ありがとうございます。うわー、ウルトラママさん80個コンボなどん10個きたー。すごい。
コンボがつながってると。なんかもうグラドルとかそういうの関係なしに、なんか誰こいつみたいな超仮想配信者とかもなんか普通に女だったらもう結構フォローしてんのよ。で、絶対あれなのヒカキンって、あのそのお、もうヒカキンのあのフォロワー数見れば本物だってわかるじゃん。うわ、あのヒカキンにフォローされたってその女がね、ツイッターで喜ぶの、それ見て、多分、その反応見て、なんかこれワンチャンみたいなのを多分狙ってる、その反応見たいのと、プラスワンチャンも多分狙ってるとこあると思うんだよ。だって結構女フォローしてるからね、あの人、本当に。あー、匿名の方、ウルトラボムさん10個、あ、虹の海賊さん5個、ミツバチさん、あ、匿名の方、ありがとうございます。100コンボ達成だどん。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、あれはね、絶対そうなのよ。本当に。あと、匿名の方、ウルトラママさん、あ、10個、あ、110コンボだどん。ありがとうございます。インスタも女ばっかり。ヒカキンの女フォロー率やばいよね。マジで。絶対女好きだよ、あの人。絶対そうだから。絶対女好きですよね。あ、ウルトラママさんからお花見いただきました。お前がお前がお前がアラメの石をウィルズミルイツソフトバンクソーマサシ、ありがとうございます。まあルールっていうか、これはね、あのね、アイスを投げられるとこのメーターみたいなのがあって、投げられるごとにメーターが更新されるので、そのメーターが途切れちゃうとコンボが途切れちゃうのよ。でもそのメーターのなんか途切れる前になんか一個でも投げてもらうと、そのなんか復活するのよ、そのゲージが。で、そうするとそのゲージがなくなる前にそのっていうのをつなぐとコンボがつながるのよ。で、コンボがつながるとなんか多分あのレアなのが出やすいんだか、そのボーナスが増えるんだか、確かどっちか、多分ボーナスが増えるんだと思う。あ、匿名の方、レンちゃん、あ、111、112、あー、26回戦、113コンボだどん、ありがとうございます。そう、なんかね、そういうシステム。そのなんかこうメーターが切れる前に投げてもらうとなんかこうコンボがつながる。で、コンボがつながればつながるほどなんかこうボーナスつくみたいな。あ、ウルトラママさんにこれ10コンボ、123コンボだと思う。そう。そうなんすよ。こうやってね、なんかね、ふわっちもいろいろ、なんか考えるのよ。そう。ね。すごいっすよね、運営もね。ほんとに。ああ、アウルトラマさん10個、133コンボだどん、ありがとうございます。あと何気に今日ね、あの2倍でらしいからね、このアイスのアイスがなんかレアアイスが出る確率が2倍らしいので、うん、今日は2倍でらしいですよ。いやー、島田紳助マジ天才やな、本当に。うん。あ、26海賊さん2個、アウルトマさん10個、145コンボだどーん、ありがとうございます。アレンさん、あ、146コンボだどーん、ありがとうございます。コンボがつながってる、コンボがつながってるぞ。あと匿名の方、147、148コンボだどーん、ありがとうございます。あー、ウルトラママさんから168コンボだどーん、20個きた。168コンボだどーん、20個きた。コンボがつながってる。
島田紳助マジ天才やわ。よくあんなペラ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 なんかね、うまい話が出てくるよね。あの人の脳み頭の中どうなってるんだろうってぐらい。トークメルクト169コンボードドーン、ありがとうございます。ちなみになんかね、これね、コンボが続けば続くほど、その続けるのがきつくなるみたいですね。秒数が結構短くなっちゃうらしいの、コンボが続けば続くほど。あと奥目のと170コンボだと、あ、さすがに切れるかな。あ、切れちゃった。170コンボでした。170コンボありました。ああ、ウルトラマサが15個来たー。こコンボ切れちゃったけど。15コンボだと、ありがとうございます。そこへね、なんかね、コンボが続けば続くほど、その、コンボをつなげる秒数がどんどん厳しくなってくるらしくて、そう。だから、ね、結構ね、なんかうまく考えられてるね。最初の方はなんかそのメーターもちょっと緩いっていうか、そう。あー、安部さんから170じゃなくた。なかった。花火ありました。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラムの接続機は、ウィンドウズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソーマス、ウルトラママさんから10個コンボ、25コンボだと。あ、ウルトラママさんから10個連チャン、35コンボだと。ありがとうございます。でもね、今月俺、ふわっちまってか、全然やってない。ってのもでかいとは思うんだけど、今月は本当に過去一稼いでないですよ。まあ、てかやってないからだと思うんだけど、まあでもやっててもどんだけ来るかは分かんないけどね。アウルトラママさんから10個やった、コンボ45コンボだと。今月の僕のふわっちの稼ぎいくらだと思う。まあてかやってないからってのが多分でかいと思う、今月は。いや、本当に本当に。あ、ウルトラママさんから10個55コンボだと、ありがとうございます。まあ、当たり前のようにマンスリー300以下だし、今月は、11万円ぐらいです。今の段階で約11万円ぐらい。あ、ウルトラママさんから10個来たー、65コンボだと、ありがとうございます。まあ、やってないって考えたら、あれなんか、まあまあでも全くやってないわけじゃないけどね。全くやってないわけじゃないんですけど。あ、ウルトラマサから10個来たー、やったー、やった、あ、75、85個コンボだと連チャン、やったーです。やったー、ウルトラマサから96コンボだと、あれです。あ、ウルトラマサが10個あ、100コンボだと、やったー、ありがとうございます。あー、ちょっとウルトラマサが10個116コンボだと、もう一回遊べるドン、ありがとうございます。あ、ウルトラマサから125コンボだと、やったー、9個きた。またね。